皆さんこんにちは。ヨーナカースオクトパスです、はい。僕たちの新曲「ライク」が劇場アニメ「亀の甲羅はあばら骨」の主題歌に決定いたしました。はい、こちらの「ライク」という楽曲はですね、自分の好きなもの、やりたいことだったりの全肯定して、本当にネガティブなんで飛び越えようという前向きなメッセージが込められている楽曲になってます。はい、サウンドに関してはですね、印象的なカッティングギターの音だったり、ポップの中に少し大人びたね、シンセの音が入って、僕たちのクリエイティブテーマでもある、ステップアップが、表現されている楽曲になっているので、皆さんぜひ聴いてみてください。はい、皆さん、そして亀の甲羅はあばら骨は体感型動物図鑑が原作の動物人間たちによる王道青春あばら骨ムービーです。あばら骨ムービー、はい、主人公の亀田久米郎君ほか、映画に登場するキャラクターたちの気持ちにもぴったり寄り添った楽曲になっています。いや、本当に映画館で僕たちの曲が流れるのがもう今から楽しみです。楽しみです。10月28日全国ロードショーです。ぜひ皆さんお楽しみに。以上、オクトパスでした。バイバイ。見てね、見てね。実は亀の甲羅は人間でいうとあばら骨。本音はこのあばら骨にしまう。ランちゃん、俺らもイケてるグループになれたりしないのかな。俺らみたいなやつが一軍になることなんてありえないんだから。後悔したくねえなら行けよ。これは葛藤と成長を描く王道青春あばら骨ムービー、亀の甲羅はあばら骨。